の部下よ。開けてやって。セントジョン教長、そうだ、ドックのことは聞いたか。新入りに喉をかっ切られて薬を盗まれたって。ああ聞いたよ。いい人だった。俺は右腕が感染して諦めてたんだが、助けてくれてな。恩人だよ。ああいい人だったな、本当に。伍長、よし、早急に来てくれて助かる。急ぎのようだったから。ああ、また人質事件だ。人質か、まったく。俺たちはそこら中の野党どもに恨まれてるみたいだな。というか、民兵が狙われてるのか。そのようだな。場所を地図に記してやる。イーサン・ロス、二等兵。まだほんの子供だ。野党を追跡させたんだが、きっと深入りしすぎたんだろう。ロス二等兵か、知らないやつだが、無事に連れて帰るさ、大尉。頼んだぞ、伍長。以上だ。なぜ必死になってやらない。なぜ未だに障害物コースに残ってるんだ。もうコールしていてもいい頃だろうが。そんなにここが好きか。もう一回入…クーリ隊、いるか。こちらセントジョン伍長だ。クーリだ。ああ、俺はテイラーの後を。他にも追わせているが、大佐はご立腹だ。だろうな、ロックはいいやつだったのに。ヒメネス隊はキャンプ唯一の医師だ。テイラーはスキーロッジに向かうと言ってたんだ。そこに行って奴を探してみる。見つけたら知らせろ。大佐は生け捕りをご希望だ。そうか、了解。また後で。セントジョン伍長、聞こえるか。手が空き次第私のところまで来てくれ。大佐、はい、すぐに行きます。大したキャンプを作ったもんだ。革靴を食えるって知ってるか。ああ分かってる。気持ち悪いが腹減って死にそうなんだ。朝に奴らの物資奪うんでしょ。そしたら食べられる。誰かがいる。
まあもらっとくか。しゃ。お前、ロスだよな。だろ？大丈夫か？校長、助けてくれてありがとう。なんだ、あいつらの仲間になったんじゃないのか？まさか、何をされるのかわからなかった。ろくでもねえことなのは確かだな。ああ、一人でここから出られるか？ああ、大丈夫。ありがとう。叫ばせてやろうか？食
プーリ隊、セントジョンだ。終わったぞ。ロスはそっちに向かってる。ご苦労だった。本当によく働いてくれている。校長の活躍のおかげで助かっているぞ。それどうも。あ、ロスが無事かどうか後で確認する。じゃあまた。補給するか。やっとだ。よし、ガソリンだ。よし、と。少し、いじってみる。テイロ、一体どこにいる？これだ。さて、調べるか。よし。変えるかも。どこから中に入れる？
スクラップだ、いいぞ。いけるぞ。クーリ隊、セントジョンだ。ああ、ロスはどうした？それで、さっきの続きは？問題ない。空腹だったらしいな。そう。一人で食堂を空っぽにする勢いだと聞いている。じゃあ、俺の分も残しておけって伝えてくれ。やばいな。切れた。テイラリーコン・セイント・ジョッカ、調子はどうだ？しくじっちまった。殺す気はなかったんだ。あそこにいるとは思わなくて。ドックはいいやつだった。あんなに俺のことを助けてくれたのに。ほら立て。嫌だ、釣られたくねえよ。釣られたくない、釣られたくねえよ。嫌だ。おいテイラー引け。またまた暴れた。クソ漏らして、あいつらが見てるんだ。笑いながら笑ってたぞ。そんなの嫌だ、釣られたくない。頼む、それだけ嫌だ。くそ、
頼むよ。分かった。セントジョン、ここだ。オーバードーズだ。クソ。外へ運べ。どんな奴であろうと、フリーカーに私はしない。大佐は相当お怒りになるな。どうだ、見つけた時には死んでいました。オーバードーズで。薬はほとんど回収しましたが、全部じゃない。この世界はすでに堕落と腐敗に満ち、愚かで無情なもので溢れているというのに虫図が走る。診療所に持って行け。次は麻薬中毒のやつなど割り当てるんじゃないぞ。はい。どうも。どうしたんだ。ディーコン、いる？サラよ、応答して。ああ、サラ、いるぞ。なんだか嬉しそうだな。うまくいったの。あの DNA 合成機を見つけてくれたおかげよ。ついに血清を試す準備ができたの。そりゃ、すごいな。何をすればいい？会った時に話す。じゃあまた。ほらよ。オーケー。ほー、アップグレード狙いか。やるな。そう来なくっちゃね。まあいいだろう。
じゃあな、五条。大佐、呼びましたか。セントジョン五長、随分と有能らしいな、ウィーバー少尉とサラ。いや、ウィティカー少尉が五長のことを褒めていたぞ。それは役に立ててるようで何よりです。また仕事を頼む。南東の97号線沿いにドリフターのキャンプがある。ヒットエンドラン先方で調達部隊を襲っては物資を奪い逃走する。卑怯そのものだ。奴らはあるガソリンスタンドの屋上を根城にしているようだ。場所は地図に記しておいた。クーリ隊員と話し、今回は単独で送り込むのが最善だと判断した。高い戦力を持ち、奇襲を得意とする者が適任だ。なるほど、任せてください。頼んだぞ。任務が完了したら報告しろ。以上だ。セントジョン校長、任務だ。ダイヤモンドレイクまで来てくれ。了解、できるだけ急いでいく。ラジオクリオレゴ、真実は人を解き放つ。独立戦争、国民は自由を求めて戦い、武器の所持という政治権利を貸した。自分自身、家族、財産を守るための権利だ。政府があろうことか、守ると誓った国民を恐れる。奴らは、俺たちから自由を持つ権利を奪っていった。滅多に起きない銃乱射事件を、当日に神から授かった権利を取り上げやがった。銃の所持を認める。憲法修正第2条はどうなった。考えてみよう。もしもあの時全員が銃を持ってれば、こんなことにはならなかった。それも政府の場合だ。武装解除させて、ゆくゆくは全員消そう。大佐、こちらセントジョン、例の場所に着きました。情報は正しかったか。はい、確かに。援軍は必要か。いや、大佐の言ってた通り、一人で乗り込んで奇襲を仕掛ければなんとかなりそうです。では続けろ、検討を。ガソリンスタンドの上か。さて、どうやって登る。慎重にやらないとな。奇襲するか。え、今の石か。なんかいるな。調子どう？
なんか見えた。そうだろう。心眼か。できたぞ。じっとしてるだけだ。おい、そこにいるんだな。出てこいよ。こっちには食いもビール弾もあるんだぜ。仲間になったらくれてやるよ。大佐、こちらセントジョンです。セントジョン、野党のキャンプは片付いたか？はい大佐、言われた通りに。よくやった校長。
その調子だ。デーカ、いや、校長、よく来てくれた。よう、カルブ。何が欲しいんだ？セントジョン校長。またな。セントジョン校長。で、調子は？クレジットが溜まってんならどんどん使え。まあ、いいだろう。セントジョン校長、また会おうぜ。待てよ、生きたやつを捕らえるのか。死んだのじゃ実験できないでしょ。はい。なんだこれ。特殊な鎮静剤よ。戻るまで眠らせることができる。あと一歩なの、ディーコン。これが決め手かも。了解。いる？ああ、ニュートを探しに行くとこだ。よかった、いい。特定のニュートが必要なの。おい、ちょっと待て。特定だと？ここから南のリムドライブに古い別荘がある。今は感染した子供が住み着いてる。ニュートが。わかった。着いたら無線で連絡してね。じゃあ。別荘暮らしのニュートどもか、そりゃ見物だ。セントジョン、行くか。タイ、今ウィテカー少尉の任務中で手が離せないんだ。分かった。終わったら連絡をくれ。ビーバーの兵器を試す。待ってるぞ。まずい。ウィーバーの兵器はもう完成しちまったのかよ。サラ、着いた。赤いシャツを着た女の子を探してくれる？シャツには確か何かの文字が書いてあったはず。ここはまだ大佐に焼き払われてないんだな。手を出さないよう頼んだの。何ヶ月も子供の感染者の血液試験をしてて、血清に必要だから。そうか。他を殺さずターゲットだけ連れ出す方法は？わからない。できる限りやってみて。赤いシャツの子が必要なの。見つけたぞ、こいつ。クソ。
ご希望通り捕まえたぞ。ああ、くそ、ふざけんな。マジかよ。ああ、大、小便かけられちまった。ああ、大佐はペットを飼うことを禁じてるぞ。少尉が生きた被検体が必要だって。仲良くやってるみたいじゃないか、ウィテカー少尉と。仕事を頼まれてるだけだ。一線だけは超えるな。大佐は下士官と将校の恋愛関係を禁じてる。ああ、もちろん。トラブルの元だ。ああ、続けろ。了解。さて、人生さえ聞いてないぞ。仕方ないじゃない、相手はフリーカーよ。正しい契約料なんてわからないわ。ほら、そこ持って。どうか。よし、これがうまくいけば。どのくらいかかる？あと数秒。押さえて。すごいな。何入ってるか知らないが、効果抜群だったな。もう！待て。それって生物兵器じゃなくて。おい、まさか直そうとしてるのか。私、クローバーデールの元々の細胞株さえあればウイルスから抗体を作って逆に働く薬を作れないかなって。そんな。でも失敗した。あんなに苦労したのに全部無駄だったなんて。私には救えない。元に戻してあげたいのに。だったらまた一からやり直せばいい。今のを見てたでしょ。あの子の全身の細胞が一気に爆発したのよ。だからやめちゃいけないんだ。あの子って呼んだから。俺は奴らを散々殺してきた。でもあれが誰かの子供だったなんて一度も考えたことない。俺の知り合いもそうだ。その子も奴らを病気の人って呼んでてな。おかしいと思ったが、サラと考えが同じなんだな。私もおかしいって。そうじゃない。この2年で会った中で一番まともなんだと思う。サラを失った時のことをよく思い出す。でもそれはヘリに乗せた時じゃなくて、その次の夜のことなんだ。ブーザーと一緒にヘリが向かった難民キャンプまで行ったんだが、着いたらフリーカーだらけで、ヘリは燃えてるし、大勢の悲鳴が聞こえた。
だから戦って勝ったが、残されたのは死体だ。そこら中に転がってた。俺は全員の顔を確認して回った。千人以上いただろうが一人残らずな。サラを失ったのはその時だ。ブーザーはブーザーらしく、そこから2年間荒れてた俺の面倒ばっか見て、でも俺には全部どうでもよかった。そしたらある時ネロのヘリが飛んでるのを見かけて、何かがブチ切れた。全部クソくらいってな。サラが生きてるなら必ず見つけ出して一緒に自由に生きてやるって。俺は民兵なんかになりたくねえし、戦争もキャンプ暮らしもごめんだからな。じゃあなんでまだここにいるの？お前のためだ。こうして一生懸命頑張ってるのに離れられない。みんな生き延びるのに必死なのに、お前は世界を救おうとしてる。まったくうまくいってないけど、失敗してもまた立ち上がってやり直せばいい。クローバーデールに戻るぞ。連中の研究についてもっと調べるんだ。一緒にやってくれるの？ああ、もちろんだ。サラができると信じるなら俺もやる。諦めるな。北に行く。そう、北に行くの。物資を集めに行くって言って。でも戻らない。ええ、逃げるの。大佐に捕まったら処刑されるわ。その時は一緒だ。少尉。ええ、伍長も。大佐が呼んでる。今行く。荷物をまとめておけ。ありがとう。いえ、少尉。セントジョン伍長。大佐。一緒に来てくれ。準備はいいか？ああ、はい大佐、準備万端です。ああ、いつでも行けます。これは一体何ですか？ウィーバー少尉の武器が完成した。これから試してもらう。そういうことだ。大軍を吹き飛ばすぞ。あ、伍長、何か問題でも？いや、そんなありません。ああ、いいですね。早速出発だ。よっしゃ、そこだけな。諸君、新たな時代の幕開けだ。頼んだぞ。ウィーバー少尉、いいか？はい。よし、これから。大尉はここに残ってくれ。俺が一人でやる。何、死にたいのか？いや、だから一人で行った方がいいんだ。ウィーバーの火炎瓶はすごい威力だが、二人だけで大軍をいっぺんに倒すことはできないだろ。だから俺が注意を引きつけて、奴らの数を少しずつ削りながら死ぬ気で逃げ回る。それで罠でも仕掛けて
動きを鈍らせればあとは一気に片付く。まとめて吹き飛ばすだけだ。いいか、二人で行ったとしても混乱するだけだ。お互いに敵をぶつけ合っちまう。だからあんたは残ってここから見張っててくれ。俺がしくじったら乗り込んで救助を頼む。ん？他に作戦あるか？いや、ないな。火炎瓶と弾は俺のバッグにある。ああ、そうか。そいつは助かるよ。まずどうする？言ったろ、何とかして動きを止めるんだ。奴らはバカみたいに密集して動きが鈍くなる。トラックとかビルの間の狭い場所に引き込んでやれば少しは時間が稼げるはずだ。その状態になったら十分な距離を取って一気に焼き尽くす。そうだ、これを何度か繰り返してればいずれ片付く。いけそうか？突入する。幸運をな。何かあれば言ってくれ。運に頼るつもりはないがな。これでも食らいやがれ！
作戦通りだ。サラ、いるか？見てか、少尉。こちら、セント・ジョンだ。聞こえるか？おい、いないのか。タイ、ウィテカー少尉に連絡したが、応答しない。実験の報告か？ああ、きっと喜ぶ。そうだな。まあ、すぐに会える。ウィーバー少尉に言うな。俺が直接伝えたい。ああ、じゃあそうしてくれ。きっと大はしゃぎだな。
やったぞ。よくやった。ウィーバーのおかげだ。あんなの見たことない。よくやられなかったな。大軍に張り付かれてアドレナリンが出まくってたんだろう。この戦争、本当に勝てるかもしれない。なあ、どうだった？ああ、残念だが。そんな、失敗か？もうお前にできることはない。うまくいったからな。本当か？見せたかったぞ、見事なもんだ。おう、そうか。今夜は将校の食堂で祝いだな。こりゃ、昇進待ったなしだな。来ないのか？ああ、後から行くさ。先にちょっとやりたいことがあってな。じゃあ後でな。これで最後だ。何も壊すんじゃないぞ。中には替えの効かないものがある。何なんだ。ああ、少尉はどこです？セントジョン校長。すみません、大佐。気にするな。研究開発に携わる人を移動させたのだ。移動？どこに？ああ、頼まれてた物資を届けないといけないんで。なるほどな。実はそうだな、ついてきてくれるか。さあ。大佐の命令です。マシュー、こんなのおかしい。私を閉じ込めるなんて。いい、下がれ。落ち着きたまえ。主はノアに言われた。あなたと家族とは皆箱舟に入りなさい。マシュー、何を言ってるの。すまないな、ソイ。ちょ、マシュー、待って。おい。大丈夫、気にしないで。頼まれてた物資を持ってきました、将尉。来て、こっちよ。新しい研究を進めてるの。今度は毒。いい？これを摘むときは気をつけて、命に関わるから。了解、ここから逃がす。ありがとう。では将尉。セントジョン。クーリ隊員だ、いるか？ああ、いるぞ。大佐がお呼びだ。アークにある大佐の部屋へ。よう、ウィーバー。おう、ご長じゃないか。よく来たな。ようこそ我が家へ。ああ、なかなかひどいな。俺の実験失敗してたらどうなってたか。ああ、さらに奥の洞窟行きだな。ウィテカ少尉もあんまり喜んじゃいなかったってな。そうだな、何かいるものは。いや、今はいい。ああ、待てよ。一つ頼みたいものがあった。聞こえるか？何を？そう、無音だ。
大佐は音楽とかに興味がなくてな。そういう宗派なんだろう。違うだろう。待て、違うって。宗派とかじゃなくて大佐だからだろう。どうっていい。そうだな。とにかくここは静かすぎるんだ。何か聞きたい。とりあえず音楽だったら何だっていい。冗談か。俺真顔だろ。わかった。オッケー。サラ、いるか。俺だ。セントジョン伍長、上官には敬意を示しなさい。そこの二等兵、早く出てって。大佐の命令なもんで、24時間体制で見張れと。ああ、少尉、すみません。ただ、要求書について確認したいことがあって。何、伍長。毒人参が必要だって、書いてある。ええ。湿地帯に入る植物よ。クラマスマーシュの北端を調べれば見つかるはず。クラマスマーシュの北。気をつけなさい。この大陸で一番毒性の強い植物だから。ああ、了解。その周りには感染したカラスがいるらしいから、巣を焼くものを用意して。巣を焼くもの、了解。あともう一つ、あの別件のプロジェクトの方も近いうちに進展しそうだ。ご苦労様。じゃあ切るわよ。巣を焼くには火炎瓶だ。リーコンいる。ウィーバーか。ああ、電波が悪いが何とか聞こえる。この洞窟のせいだな。ウィーバー、着いたぞ。リーコン、そうか。場所が分かる。前に俺がいたのはキャンプの中のあたりにある解決したが、ある大学の難民キャンプにいたんだ。他に特徴はないか。全部同じに見えるんだが。そう、そこだ。そうか、近くに旗が立ってたぞ。そこに置いてきた荷物、懐かしい水蒸気だ。まあ、行かないと。着いたら連絡くれ。何か万歳ってか。じゃあ、探してみる。じゃあな。